北アメリカ星雲は白鳥座のビブ、デネブの近くに見える参考星雲である。18世紀の天文学者、ウィリアム・ハーシェルによって発見された。形が北アメリカ大陸に似ているところから名付けられた。見かけの大きさは面積にして満月の10倍ほどと広大であるが、暗いため肉眼での観測はよほど空の暗い場所でもなければほぼ不可能である。 ある程度の光景と光視界を持つ双眼鏡を使えばシミのような星雲の姿を観測することができる。赤い星雲の姿を確認するには写真撮影する必要がある。実際には北アメリカ星雲とその隣にあるペリカン星雲とは電離した水素からなる同一の星間雲の一部である。星雲と太陽系の間には別の宇宙人を多く含む 暗黒星雲の帯があり、これが星と星雲の光を吸収するため我々の知る、星雲の形となっている。星雲までの距離は特定されていない。この星雲は、近くの恒星の紫外線を受けて発光しているので、紫外線の元となる恒星がわかれば、距離を特定できる。一説によればその構成はデネブであり、それが正しければ距離はおよそ1800光年。 星雲の実数は100光年となる。藤井明、全天性雲星団ガイドブック成分動進行者1978年。ABC、NASA、IPAC e x t タ r ガ g a l a c t i c d a t a b a ル e r e s u t s NGC7000、2012年5月4日、閲覧。シェフチェンコ、VS グランキン、k n ネルナコブ、SU、The Structure of r s f 4シグビ b regions of star formation from an unusual point of view. アストローナミカスキーザー e ル65ノベンバーディセンバー1988 p1230 1243 In Russian. http://adsabs.harvard.edu/.cgi-bin/.nph-bib Query. <laughs> <laughs> ビブコードイコール1988アズ 65.1230S ありがとうございます。